西南方向より、ダイヤモンドシティリーファ時代の外観4モール、鶴見緑地は、大阪府大阪市鶴見区にある、ショッピングセンター。大阪市内初のモール型ショッピングセンターとなった、ダイヤモンドシティリーファとして、2006年11月25日に、開業した。ダイヤモンドシティ鶴見ショッピングセンターとして着工したが、ダイヤモンドシティリーファとして開業した。この、ダイヤモンドシティリーファは、 ライフスタイル、アースエンバイロメント、アミューズメント、フィールリラックス、エリアの頭文字と鶴見緑地を彩る一枚の葉を掛け合わせた造語のリーファに運営企業のダイヤモンドシティの名称を合わせたものであった。その後、投資設は2007年8月21日にダイヤモンドシティがイオンモールに吸収合併されたことに伴って運営母体がイオンモールとなり、 イオンモール鶴見リーファと解消された。2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、現名称に再解消した。なお、各店舗のジャスコ鶴見店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオン鶴見店に解消した。同年10月21日にはさらに、 イオン、鶴見緑地点に改称した。当地は、椿本地営院の本社工場の跡地で、2004年6月に、ダイヤモンドシティが都市基盤整備公団から落札して、用地を取得している。ダイヤモンドシティ鶴見ショッピングセンターとして2005年12月1日に着工した。開業時期は、用地取得直後の段階では2006年12月とされていた。 ものを着工時点では2006年10月1日に前倒したが、実際の開業は2006年11月25日と、用地取得直後の目標時期とほぼ同じとなった。なお、投資施設の建設は、ダイヤモンドシティや日本リテールファンド投資法人が、特命組合を通じて出資して設立した有限会社コンパニアフロールが、試行主となって行っている。 竣工後に日本リテールファンド投資法人が投資施設の新宅受益権を約300億円で取得し、新宅受託者となった三菱 UFJ 新宅銀行とダイヤモンドシティが15年間の普通借家賃貸借契約を締結して運営をすることになった。開業時点ではジャスコ鶴見店を各店舗トイザラスを純各店舗として、 約160の専門店が出店していた。純格店舗のトイザラスを4階に配置したほか、約650席のフードコートを設けるなど20代後半から30代にかけての家族連れを中心顧客と想定した店舗構成としている。専門店、テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを営業時間及び ATM を設置する金融機関の 詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。最寄り駅は、大阪メトロ長堀鶴見緑地線、今福鶴見駅であり、鶴見緑地駅ではない。最寄り停留所は、鶴見で、大阪市ティバスにより運行されている。詳細は公式サイト、電車、バスでのアクセスを参照。ダイヤモンドシティリーファに関するカテゴリー。ありがとうございます。